およそ1300年の歴史を持つ国東市秋町の双子寺では、この1年間の汚れを落として新年を迎えようと、毎年この時期にすす払いを行っています。今日は檀家や寺の僧侶などおよそ30人が参加しました。笹の葉がついた長い竹を使って、お堂などにたまったほこりを丁寧に払っていきました。すす払いには汚れを落とすだけでなく、新年がいい年でありますようにという願いも込められているそうです。ここのすす払いはやっぱ年中行事の人っちゃうからな、忘れんのじゃ、うん、やっぱそっくりするわな、うん、来年は明るくいい年で、みんながこう元気に過ごせる1年であったらいいと思います。双子寺では正月三が日におよそ1万人の初詣客を見込んでいるということです。